1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。3コースからトップスタート、3号艇中村、1号艇、2号艇遅れて、うち2杯を飲み込んでいく3号艇の中村がまくっていく、外続いていった5号艇にまくり出し4号艇、バック側に入ったところ、さあまくり出した4号艇の松本がまくって出た3号艇中村を完全に捕まえてトップ争い、うちに4番、外に3番、そのすぐ人には6番と5番も並走です。スタートは正常でした。まずはトップ争い、4号艇松本がコーナー先取って角度をつけた3号艇の差し、その後ろから5号艇、6号艇ホーム側に帰ってきますが、先頭争いからは4号艇松本が浮上。でも絶好の展開になりましたね。展開が本当に良かったですね。はい。気になるところはありますか？まあ伸びはそんなにいい方ではないかなとは思うんですけど、まあ一瞬の出足の感じが良くなったので、展開ついたりとかはできるかなと思います。まあ優勝戦乗れてすごく嬉しいです。宮島は大好きなので、最後まで諦めずに優勝目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。